好きなことで生きていくってお金を払うに値するかどうかっていう評価に自分の好きなことをさらすってことなんですよね。好きなことをただやるっていうことと家内の川があって旬ダイアリー、本当にあの水野さんに絶対インタビューしたいっていうのは何ヶ月もやっていて水野さんで結構人生変わったんですよ。あのリアルに大学1年生の時に、はい、2008年に水野さんが書いてたブログを読んで仮面浪人を決意したんですよね。いやなんか本当父のお詫び申し上げたいなってめちゃくちゃ今緊張してます。いやいやじゃあ、 開始させていただきます。お願いします。こんにちは、CR25 の旬ダイアリーです。本日はですね、生き物係の水野さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。急に声張るんですねすごい、さっきまではこう神妙ここら辺でなんか声をこう静かにさせる感じだったからバーンってすいませんよろしくお願いします。好きなことで生きていくべきかどうかっていうことをお聞きできたらなと思ってます。一つ橋大学卒業した後も就職するのではなく、はい、シンガーソングライターになったりっていうような、はい、結構大きい選択だと思うんですよね、はい、そういう大きい意思決定をなぜできたのかっていうところをお聞きしたいなと思ってます。そうですね、好きなことで生きていくっていう意思決定ってなんかすごいことのように思うけど、それってめっちゃ凡庸なことなんですよ。例えばじゃあ音楽で暮らしていきたいっていう意思決定って非常にありふれたもの、だからそこは別に大した特別なことじゃなくて、意思決定をした後にそれを維持することが大変だと思うんですよね。好きなことをやるっていうことで考えた時に、まずお花畑が生まれてきて見えてきて楽しいことができるっていうことの方が先に立っちゃう、これは当たり前だと思うんですけど、どうなるかっていうと、言い換えればお金を払うに値するかどうかっていう評価に自分の好きなことをさらすってことなんですよね。で、好きなことをただやるっていうことと評価にさらすってこと、家内の川があってしかもその競争に勝っていく、その競争に耐えられるかっていうのはやっぱ全然人によって違うから、本当に自分の欲がどこにあるのかっていうことを、自分に嘘つく必要ないからめちゃくちゃモテたいですとかっていう欲でもいいわけです。自分自身で本当にそれは自分の欲なのかっていうことを抑えると、じゃあそのために好きなことなのか、好きなことは別にあって違うことなのかっていう、いろんな考え方ができるんじゃないかなって。シンガーソングライターってご自身で歌う場合もあると思うんですが、はい、もっと自分が出たいとか、うん、目立ちたい、有名になりたいみたいな気持ちって1ミリも水野さんからなんか、うん、ガンガンありますよあるんですね。あるある、それは人間だから、うん、ないと思ってました。いやいやそんなことないです。もともとは我が強いから。本当ですか。もう10代の頃なんかは特にもう自分が自分がだと思ってますし、うん、それと相反する部分があると思うんですよね。その俯瞰してみるとか、うん、最初遊びで始まったグループがやっぱりこれで食っていこうかって本気になった時に、やっぱ本当真剣に考えて、でもこのグループって自分が書いたことを歌えないじゃないですか。ボーカルは女性で自分とも性格真反対ですよ。あんな明るい子でいや水野さんも明るい部分もあるんです。あるんですよ、はい、じゃあ自分の言いたいこととか表現できないよねと、って思った時もあって、今でもそこにはずっと戦ってると思いますよ。自分の存在を認めてもらいたいという気持ちを誰しも持ってると思いますけどね。水野さんの話をお伺いしてて、好きなことで生きていくって次に好きなことを諦めることなのかなってちょっと今思って、例えばその音楽で生きていくために自分がすごい前に出ることを一旦諦めたとか、そういう細かい優先度分けみたいなこともずっと続けられたりしてるんですか。生き物を続ける上でもそうだったんですけど、最初はこんなグループになりたいとか、こんなものをやりたいっていうのが、じゃあ例えば10個あったとしますよね。10個そのままで成功したいってみんな思うんですけど、実際社会そんな甘くなくて、そうですよね、あの超大天才だったら10個のうち8個も実現してっていう人ももちろんいるし、それを否定するわけじゃないんだけど、ほとんどの人はね叶わないんですよね、うん、どれ選ぼうかって話やっぱどうしてもなるんですよね10個のうち。で僕らは下手したらもう1個選べるかなっていうぐらいなんですよ。でもその1個を手放さないっていうことをやっていかないといけないっていうことは各々の場面であったと思います。好きなことで生きていくっていう、何をしてるかっていうと、社会と自分の接点をどう見つけていくかっていうことをやっていく。自分が思っている通り100わがままが社会で通用するかっていうと、そうではない。
ない。それを何度も言うようだけど、天才の場合はその100がたまたま社会に求められてる場合もあるし、わがまま100を本当に力技でねじ伏せて社会を自分の価値観に合わせるっていう方も100年に一度だとか10年に一度だか分からないですけど何人かいて、その人たちは時代を変えていくから、もちろんそういうのもいるんだけど、ほとんどの人はそうじゃないから、うん、そうすると社会との対話になるんですね。僕がいくらがいい曲できましたよ、自分の歌はどれだけ素晴らしいですよ、俺はこんな新しいことをやってるんですよっていくら主張しようとも、社会に同じように思ってくれる方がいないといわゆる商売として成立しないから、はい、そうなった時に自分の中で皆さんに認めていただけるものは100個のうちこの10個だった、でその10個のうち自分が納得して選択するのはそのうち1個だったとかっていうことの繰り返し、それがだんだん自分が物を得ていく。例えばデビューした当時は僕全く収入ありませんでした。だけど今はいろんな人に聞いていただいて生活を維持することができていて、多分同年代の方よりも収入が多かったりしますよね。でそうなった時にここでこれだけのリスクを背負っても僕の生活では崩れない、家族を養うことができるって思っていたら僕はリスクを取ることができる。何を言いたいかというと、過去に諦めた1個もう1回取り戻すことができる、そういうことが後々起こってくる。だから別に全てを失ったわけではなくて、その瞬間ではその選択しかせざるを得なかったっていうことが何度もあると思うんですよ。好きなことで生きていきたいっていう、まあ、我々もそうですし視聴者の方も多いと思うんですね。それが100全部好きなことっていう印象だったんですけど、どこの1を取るかっていうのがすごい大事。そうですね、その選択も悩むべきだと思うんですね。今の時点で好きだと思ってても、僕がたまたま足を踏み入れた世界もそうですけど、とんでもね天才がバカバカいるんですよ、目の前に。そうですよね、あのキングダムじゃないけどうわすげえやついるなみたいな自分は音楽好きだなと思ってゲハーンって感じで入ってったら、好きの度合いが尋常じゃないやつだからボロボロいるわけですね。ある種いい意味での異常性というか持ってる人たちがいて、その人たちと向き合った時に自分の好きって大したことないなって気づくんですよ。なんなら僕もデビューしてからも本当に自分は音楽が好きなんだろうかっていうことにコンプレックスがあるぐらい悩んだ。だからいろんなことやったりして自分にとって音楽って何なんだろうってやることしてるんですけど、何を言いたいかというと、100だと思ってたもの100じゃないかもよっていうことはあるんですよね。J-POP の歌詞の話で扉開きすぎとかよく言われるんですけどあの僕も全くその通りだなと思うんだけどアクションを起こすことが是のようなことを結構 J-POP の歌詞では言うから、それが押し付けがましいって僕もその通りだなと思うんだけど、何周も回ってみるとアクションを起こすことは大事で、アクションを起こさないと何も起こないんですよね。選択はしないといけなくて、そこに止まってると何も起こんないから、アクションはずっと起こさないといけないんだろうなっていうのはなんとなく経験則としては思いますけどね。そういう点では今迷ってることに対して、たとえ一歩を踏み出して失敗したとしてもそこで終了じゃないっていうのは、そうですね、まあ、レールっていう言い方をよくしますけど、そのレールを外れて生きていくみたいなことってなんかちょっとかっこよく見えるけど、アウトサイダーに行った時に戻ってこれないんじゃないかとか、アウトサイダーに行くってすごく怖いことなんじゃないかってレール乗ってる時はすごく思うんですよね。散々な目に遭うんじゃないかと思ってんだけど、はい、意外とそうでもないっていうことは仮面浪人をした時とか経験量としてあって、なんで大学出てそんな音楽の道にすごい果敢な人だねって前には言ってくれるんだけど、自分は案外そんなにこう怖いことをしたとは思ってなかったですね。アクションを起こす上でももちろんマイナスがあるっていうことを意識しながら客観的に動かないと何かが起こらないよっていうことも定理としてはある。この難しいいくつかの要素を自分の中で覚悟して納得していくっていうのが大事なんだろうなって思って生きてます僕らのチャンネルのコンセプトは踏み出して勇気を出してみてもっと楽しく働いていこうっていうコンセプトなんで、今の水野さんのお話すごく多くの人に届いて実際にアクションしていただけたらなというふうに思います。水野さん、あの貴重なお時間をいただいてありがとうございました。またぜひお願いします。お願いします。 CR25 の YouTube チャンネルでは10分で学べて仕事や人生の活力になるようなインタビュー動画をお届けしています。今は情報が簡単に手に入る時代だからこそ実際に行動できる人が強いと思ってます。行動すれば自分の可能性に気づいて視野が広がったり、失敗も必ず次につながる資産になります。 CR25 はそういう思いで皆さんが一歩を踏み出すきっかけを提供したいと思っておりますので、自分の仕事や人生もっと楽しみたいという方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。